おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、2016年に線路切り替え工事が完成し、4方向の列車が合流、分岐する、西武有楽町線、東京メトロ副都心線、有楽町線の、小竹向原駅を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。配線図を見ながらつなげていきましょう。まずは2面4線の駅を作ります。単線複線ポイントレールをつないだら、東武東上線は甲子方面に、レールを伸ばしていきます。真ん中2線は西武有楽町線なので、練馬方面に立体交差させます。反対側にもレールをつなげましょう。複線ポイントレールをつなげ、連絡線を再現します。隠しポイントレールを使い、補線用の線路も引きます。下が副都心線の線路で、上が有楽町線の線路になります。各種レールをつないで、線川駅を自動乗り換え駅で作り、車止めを設置し、架線を設置したら完成です。どうでしょうか？小竹向原駅です。早速各路線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？今回は地下駅のため、上景部品は置いていません。小竹向原駅はダイヤが乱れると、どの路線がどこから発車するのかわからなくなりますね。きっと地上駅だといろいろと楽しいかもしれませんね。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひぜひコメント欄にて受け付けております。それでは走行動画をどうぞ。3番線は和光市行きです。